お腹の脂肪を減らすプランクを紹介していきます。いろんな腹筋を頑張ったり、スクワットやストレッチいろいろやってるけど、なかなか筋肉もつかないし痩せにくい、そういった方は今回のプランクを全部やってみてください。プランクのいいところは全身の筋肉を使える、止まっとくだけなので簡単、楽なやり方をしにくい、そういったメリットがあります。お腹の脂肪を減らしたい人、一緒にやってみましょう。まずはうつ伏せになって、スマートフォンは顔の前に置いてください。足を閉じます。手はクロスします。このまま体を持ち上げて30秒キープです。スタート。お尻が上がらないようにお尻をしっかり締めてください。お尻を締めることでお腹の奥に効きます。息はできるだけ長く吐きます。お腹をどんどんへこまします。しっかり自分でお腹に力を入れる方がいいです。辛くなったら一回降りてもまた上がってください。頑張って。よし、はい、 OK です。今度は横向きになります。体をまっすぐにしてもらって、手は腰、お尻を上げます。これでキープ、いきましょう。スタート。これでウエストを作る腹筋が鍛えられます。ちょっと楽だよって方はね、右足上げてみてください。こういう感じで動かすことでお尻も鍛えられます。プランクって止まっとくだけなんでね、やりやすいですよね。あと少しです。よし、はい、 OK。 はい、そのまま反対向きもいきましょう。スタート。できる方は足を動かしてこういう感じです。ちょっと肩がねだるいよって方は、ちょっと足に体重を乗せる意識をしてみてください。それだけでも全然変わってきます。ちょっと体をこっちに下にずらす感じ、そうするとお尻に効いてると思います。息は長く吐きましょう。よし、はい、 OK。 今度は肘つきます。上向いてこのままかかとで踏ん張ってお尻を上げます。ちょっと辛いですが、たまに降りてもいいです。いきましょう。スタート。これでキープ。体も後ろ側ってやっぱり弱いので、この方が結構辛いですよね。ももの裏、お尻、ふくらはぎ、そこが効いてれば OK です。頑張って。つま先はね、たまにこうやって動かすとよく効きます。ふう、頑張って。よし、 OK。はい、今度は肘ついて足は替える足、このままお尻をキュッと締めてキープ、いきましょう。スタート。この替える足にすることでお尻をね締める意識ができます。しっかりこういう感じ、これでキープです。股関節痛い方はね、足少し狭くしてもいいです。これでキープ。だんだんレベルが上がってきます。中回りの筋肉鍛えましょう。あと少しです。よし、はい、 OK。 はい、足閉じて肘をちょっと前に出して、これでキープ。辛くなります。スタート。足はね自由にしてください。膝ついて手は少し前、さっきの替える足と同じようにお尻を締める、お尻を締めるほどお腹に力が入ります。これはきつい。皆さんどうですか？できれば頑張って、辛かったら降りてもいいです。よーし、よし、 OK。 はい、手足肩幅、これでキープ。お尻を締める、いきましょう。スタート。これでまたね、肘つく分とは違う筋肉がね鍛えられます。まっすぐではなくね、斜めになることで足に体重が乗るので、意外と腹筋に効くんです。お尻がね上がらないように締める、自分でお腹に力を入れてください。力を入れずにキープしてもね、あんまり効かないです。自分で力で、よし、 OK。 今度
今度は今の逆バージョン、指先前へ向けて手ついて、これでキープ。いきましょう、スタート。つま先をね、このように動かして、できるだけお尻は高く、このくでも、もしね気づかないうちに降りていくんで、意識してまた上げてください。これでキープ。ふう、お腹をどんどんへっこめて、これがね背中全部に効きます。よし、 OK。 それではラスト、体を持ち上げて、このように最後腰振っていきます。これラストです、頑張りましょう、スタート。これがね腹筋運動と同じなんで、めちゃくちゃ辛い。これラスト、腹筋のね奥使い切って、これやったらね本当にね反り腰とかね前ももの張り、体のラインがねすごく良くなります。よっしゃ、 OK。 お疲れ様でした。今回のプランク、何度も見ながらやっていくことでお腹周りが必ず引き締まります。体幹をしっかり鍛えることでいろんなエクササイズのフォームが良くなりますので、他のエクササイズやっても痩せやすくなります。頑張って続けてください。おすすめは週に3回筋トレオフな日にプランクしてください。頑張ってやってる方、コメント自由に使ってください。全部できたよって方、コメントください。 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。